アフリカローズウッドあるいはアフリカキノカリンは、西アフリカのサヘル地域に自生する樹木であり、木工の材料として用いられ、焚き木や薬としても使用されるほか、ほとんど、栄養分が失われている農地の土壌を改良する、助けになる、窒素固定の作用が、大きい植物として有用である。様々な故障があり、バーウッド、ムニンガ、ベネ、ムクワなどとも呼ばれるが、 こうした名称は、インドカリン族の他の種を含めて用いられることもある。西アフリカのサバナではよく見つかるが、近年では、現象が著しく、希少なものとなりつつあり、一部では栽培もされている。また、コートジボワールのコモエ国立公園のように、地理的にはサッヘルに近いものの日本の大河が金傍を流れている関係で湿度が高い地域では、森の中にも生えている。 ナイジェリアのタラバシュクルミでも豊かな植生が見られる。樹木の高さは平均11メートルに達し、樹皮は暗色で臨場、黄色い花をつける。また、羽のついた鞘の形を下身を結ぶ。アフリカローズウッドは日射の強いアフリカの平地でよく育ち、長い寒気や火災にも耐える。木材としては黄色味を帯びたものからバラ色に近い赤色、深い茶色まで。 バラつきがあり、木工の素材として価値があり、また、良質の木炭の材料とも、焚き木ともなる。この木からは、木のと呼ばれる赤い樹液が得られ、比較や布の染料として用いられる。豆化であることから、根には窒素を土壌に戻し、土壌を肥沃にする、根粒菌が宿る。こうした植物の存在は、高知には望ましいことである。葉は、家畜類に与える。 栄養豊富な飼料となる。マリ共和国では、羊の飼料として、アフリカローズウッドのエの需要が強く、活発な取引市場が成立している。また、本造学的な薬用目的の使用法もいろいろあり、熱冷ましや咳止めとしても用いられる。アフリカローズウッドは、伝統的にジャンベの銅の素材とされる木材の一つである。また、 バラホンの音版や枠組みの一部に用いられる唯一の木材であり、コラのネックに用いられる最も一般的な素材である。アフリカローズウッドは19世紀にスコットランド人探検家ムーンゴパークによってヨーロッパにもたらされた。近年では過剰伐採、自然破壊、気候変動などによって存続が脅かされている。しかし、この木は生産性が高く、栽培も容易であるため、 植林の取り組みが一定の成果を上げている。蒸気の他にも、フラニ語で、バニ、ザルマ語で、トロ、セレール語で、バンなどと呼ばれる。ローズウッドと総称される他の種とともに、アフリカローズウッドは、2016年のワシントン条約第17回定約国会議における条約付属書の改正によって、2017年1月2日から国際取引が規制されるようになった。 例えば、世界木材図鑑において、無人画として紹介されている樹種は、本種ではなく、同族ではあるが、東アフリカから南部アフリカにかけて生育する、テロカーペスアンゴレンシスである。ありがとうございます。